アジアスター JS6130SHJ 型2階建て、バス、北京市、エチュー里高校場バス停留所にて、路線は、エチュー里イコール北館長を結ぶ観光2号線。アジアベンツユーブル 6123HE4、北京市六里京都、天京イコール、タクシュー市を結ぶ838素地にて、洋州和製が生産した車両には、JS、 アセベンツが製造した車両には、ユーブルの記号が付けられる。アジアスター JS6111、SHCJ 型液化天然ガス2階建て、バス、関東省慶州市と山ターミナル停留所にて、路線は、めぐみ周港交換港1号線、カザフスタンのビッシュ客を走る、ヤーシンのバス。洋州アセと、通称される、洋州アセ客車古師は、 中華人民共和国地安水省洋州市に本社を置くバス製造企業。アジアスターなどのブランドで知られる中国における有力な中型バスメーカーの一つであり、21世紀に入ってからは電気バスの代表的メーカーとしてしばしば言及される。日本語ではヤ心シンなどと称されることがある。英語では公式サイトにおいてもヤンジョヤシンモーター、コーチ CO、 リミテッドとヤンジョエイジアスターバス仕様、リミテッドが併用されるなど、複数の表記で言及されることがある。生産拠点は、洋州市とアモイ市にあり、本拠地である、洋州市で2013年から稼働している工場は66ヘクタール近い敷地を持ち、研究開発部門も併設されている。2018年時点の年間生産能力は、 年間3万台と称され、実績で7000台ほどが生産されたという。ここでは主に中国国内向けの電気バスが生産されている。アモイ市の工場は自由貿易試験区の一角にあって、ハイテク電気バスや欧州規格を満たす低排出ハイブリッド車のバスなどを輸出用に製造する拠点となっており、敷地は10ヘクタールに及ぶ。洋州和製のルーツとされる。 中国人民解放軍の加藤空軍交勤部自動車修理所は1949年5月に上海市に設けられた。その後、亜製客車として高素亜製客車集団参加の国有企業となっていたが2002年から業績が悪化し2003年に洋州革林家史化創業投資が株式の61%を取得して革林家史化参加となった。 その後は業績を回復し、2008年には中型バスの全国販売シェアが5.8%と中国で4位の位置にあった。2011年芝グループ参加となり、技術開発や海外市場への展開が進められるようになった。また、従来からの主力ブランドアジアスターに加え、ハイエンド企画の長距離用バス、ウェルトスターが開発され、 欧米への輸出が進められている。2016年には、オーストラリア向け仕様の右ハンドル車のアジアスターを改装して、日本向け仕様とした車両を、オノエンジニアリングがオノエンスターとして輸入、販売するようになった。2020年には、イーグルバスが運行する、省江戸巡回バス用として、小型電気バスが2台導入された。先日のオノエンジニアリングにて、 ボンネットバス風に改造が施されており、日本初のボンネット EV バスと紹介されている。2021年から株式会社エイジアスターモーターコーチとして販売拡大を目指しております。ありがとうございます。